どうも、戦国ゲーミングのピンキーです。レノボさんとコラボさせてもらい、僕なりのゲームが上手くなる方法を皆さんにお伝えしていきます。質問ももらっているので、その質問にも答えていきますね。今日のお題は、タップストレフという言葉を耳にしますが、いまいちよくわかっていませんというものと、逃げたい場面で被弾を防ぐ方法が知りたいという質問が届いています。これからランクを上げていきたい人にとって重要ですよね。タップストレフというのは、まあ、キーボードの、操作を使って、空中で急な方向転換をしたりだとか、まあ、主に被弾を抑えるキャラクターコントロールになります。実際に見てもらった方が早いと思うので見ててください。やってみるとまあこんな感じです。空中でカクってなる動きですね。キーは行きたい方向、まあ、A か D から、逆時計回りのように DWAS の順番で押すと、あ、 DW でスペースジャンプキーと ASDW スペース AS の順番でやってます。まあ、ドームの際で戦うときにこうストレフしながらショットガンで戦ったりします。レベルが高くなるにつれて近接の戦闘はだいぶ有利になってくると思います。僕ぐらいの、プレデター隊とかになるとオクタンとかでジグザグプラスタップストレフを組み合わせたすんごい気持ち悪い見え方をすることができます。結構敵視点でもすごい動きしてて弾も全然当たらないのでうまくやると最強です。まず、被弾を抑えるように逃げるやり方の前に、まず初心者でありがちなのが、武器を持ちながら、初心者あるあるなんですけど、武器を持ちながら前へまっすぐ走って逃げるっていうのがありがちなんですけど、そうじゃなくて、まず武器をしまう。しまってから、まっすぐにじゃなくて、ジグザグに、障害物に向かって、ジグザグ走って、障害物などで回復を一旦挟む。挟んでからまたジグザグで走ると被弾をより抑えれるようになります。この逃げ方プラス、レイスの虚空だとか、まあ、ジブラルタのドームだとかをうまく利用してスキルを存分に使って逃げるようにしましょう。どうでしたか？初心者の皆さんは、まず武器をしまうことから始めましょう。そしてジグザグに走ることが基本になってきます。僕ぐらいになるとタップストレフをしながらジグザグに走ります。このまとめは重要なので、よかったら友達にもシェアしてあげてね。練習方法以外にも何か知りたいことがあればハッシュタグレギオン道場をつけて Twitter で教えてください。またレノボさんとのコラボはこれからも続いていきますので、ぜひレノボさんのツイッターをフォローしておいてください。最後に今回の解説で使用したこちらのレギオン T750i ですが、レノボ様より提供いただいています。戦国ゲーミングプロ選手が実際に競技シーンでも使用していて、スタイリッシュかつハイパフォーマンスな PC となっており、レノボのレギオン製品の中でも最高スペックのフラグシップゲーミング PC となっております。僕も使っていますが、快適にプレイできるところがとても気に入っています。スペックについては第10世代インテル Core i9 の CPU、 32GB のメモリ、 NVIDIA GeForce RTX 3080 のグラフィックボードを搭載している、文句なしの最高スペックとなっています。これから APEX が上手くなりたい人や、もっといい環境でゲームを楽しみたい人におすすめです。詳細はレギナビで検索、または動画概要欄のリンクからチェックしてみてください。今日はこんなところで、また次回の動画を楽しみにしててください。それではまた。
と Twitter をフォローしておいてください。よかった。よかった。